駅さわら。目の前にあるのがこちらが利根川ですね。あ、風が強風。今日はね、そう、あの気温は30度なんですけども風がすごい吹いてて、だからあの目の前がボート観光船乗り場になってるんですけども、今日は観光船は出てないようです、強風のせいで。ちなみにその観光船のチケットはこっちが変わらない日なんですけども、あちらで買えるようです。中京は今日は強風で、ボートは出ていないということでした。まあ、ボートに乗りたかったらね、800円で乗れるみたいですよ。ちょっと、お腹も減ってきたので、右側の道の駅でなんか、あの、食べ物を探したいと思います。こっちが道の駅で、こっちが川の駅です。こちらがフードコートで、もうこの後ろにもたくさんレストランがあるんです。いろいろ見てみて。あやめさんってところでなんかイワシ丼っていうのがあったのでそれを頼もうとしたんですけど、残念ながら終了のあの紙が貼ってありました。なので仕方がないので、こちらの中があのスーパーみたいな感じで、もう本当に何でもありましたね。お惣菜もあれば、お惣菜、お弁当、パン、野菜、果物、あとお土産とか、あとケーキとか、何でもありましたね。でそこで、お茶と、あとね、これは、香取神宮の表参道にあるお蕎麦屋さん、お蕎麦屋の蕎麦ということだそうです。さっき、あの、表参道行った時気づかなかったんですけど、そちらのお蕎麦のお弁当みたいです。あと2つ、あの、おにぎり買ってきました。おそばとめんつゆと油揚げとネギが入っております、うん、わさびもついてました。わさび買ったのがおいしい。完食いたしました。この2つおにぎり2つ買いましたけれども、こっちがカリカリ梅で、こっちが小杉おにぎりですね。香取市の冷凍車です。地元、地小地産ですね。梅のおにぎりからカリカリ梅のおにぎり初めて食べましたけど、すごい美味しい。この伊崎飯のおにぎりは、また後でお腹が減った時に食べたいと思います。お腹いっぱいです。お疲れ様でした。川の駅の2階にある防災教育展示室です。マスク着用の確認 OK、 手指の消毒、今トイレに行って石鹸で手洗ったところですけど、一応しておきましょう。次が体温測定。36.4K。 見学者の緊急連絡先を記入すると、購入した見学者情報を購入する。で番号札を首にかけて入場する。あとは触れない、時計回り、大声を出さない、見学時間は1時間以内、終了したら番号札を元の位置に返すと OK です。
実験装置があったり、利根川の物語に関するビデオの鑑賞があったり、その利根川の氾濫があった時のそれを防止する知恵みたいなものをこちらで学べるみたいです。こちらはこの辺りの利根川の時速図を復元したもので、あのなんと井の忠敬作だそうです。明治38年の報告書手書きですね。ひらがながまずなくてほとんど漢字で、カタカナが少しある感じですけども、非常に読みにくい。時代が変わるとこんなに言語って変わるんですね。これで終わり。あ、え？間違った。こちらからお入りください。入り口はこちらでした。出たところが入り口だったみたいです。すごい良かったです。なんかね、利根川の歴史とか、どうやって利根川ができたとか、あとどうやってその川、利根川によってこの地域が繁栄したのかと、それ繁栄とともにそういう水害をどうやって避けてきたかっていう、そんなね歴史が学べて非常に良かったです。すごく勉強になりました。そう、すごい人も全然いなくて私だけでしたね。見学してるのは途中で中から一人係の人が、おじいさんが出てきましたけれども、ゆっくり見て回ることができました。すごい良かったです。これはね、ここはね、川の駅の2階にある防災教育防災教育展示室なんですけども、名前はちょっとね難しそうな感じですけども、全然そんなことなくて、特にね、DVD 利根川の歴史、名前ちょっと違うかもしれないですけども、その7分くらいのビデオを見るだけでも全然違いますね。こちらが目の前に広がっているのが利根川です。今川の駅を出たところですけど、するとこちらに立花という大きな船が、これは発動機船といって、人員の輸送とか自ら動けなくなった船舶を引っ張るために使われて活躍した船だそうです。こちらの川の駅は氷の拠点としての役割だけじゃなく、防災ステーションとしての役割もあるようです。でここがですね、ヘリポートで洪水のあった時に緊急患者を搬送するために使われるようです。あそこが、川の駅ですぐそばですね。出たところ、こちら備蓄台として石、板、テトラポットみたいなブロック。ブロックがたくさん、緊急の復旧用に備蓄されているんです。列車。道の駅の前、列車が通ってます。ヘリポートの真ん中に立っちゃおう。なかなかこんなヘリポートの真ん中に立つ機会なんてないと思うんです。怖い。
ごい。で、こちらには災害時に使用されるポンプ車と照明車が待機しております。防災時には準備万端の体制をとっているようです。倉庫の中見学できるようになってました。国土交通省、こちらの目の前に見えるのが照明車で、夜間作業時の照明及び電源の供給を行うそうです。まあ、こちらに照明がついておりますね。ちょっと見えにくいですけれども、こちらに排水ポンプ車というふうに書かれた車があります。こちらが台風とか集中豪雨で河川が増水して浸水した場所の排水作業を行うのに活躍する車です。中に入って見学できるようになっておりました。こちらは空いてる時間が11時から3時までですね。こちらの部屋には利根川の改修で使用した工作機械が展示されております。エンジニアの人とかは興味深いかもしれないですね。ほとんど埋まってますね。すごいな。あ、確かにね、楽しいし、お土産もたくさん売ってるし、食べ物とか、地元の人的にはスーパー的な、スーパーの感覚で使ってるんですかね。あ、すごい、びっしり。うん、すごいですね。こっちも駐車場なんですけれども、びっしり車が埋まってますね。